豆キュン。第16話、毒消しリンゴを育てて。まったく理解できない。草食恐竜の奴らはなんでこんなものを育てているんだ。ヘクシャン、ひどい匂いなのに。狩りに行ってきました、ティラ様。おう、ロシー、何か捕まえたか。いいえ、ティラ様、一匹も捕まえられませんでした。なんだと、朝早くから出かけたのに一匹も捕まえられなかったのか、この間抜け。待て、ロシー、お前その顔はどうしたんだ。え、私の顔がどうかしたんですか。まさか虹トカゲを食べたわけじゃないよな。は、どうしてわかったんですか、ティラ様。やれやれ、このバカ者。虹トカゲは恐ろしい毒を持っているんだ。その毒にやられたら、お前みたいに顔に赤い斑点ができ、長い間苦しんで死ぬらしいぞ。ティラ様、それじゃあ私はどうなるんですか。このまま死にたくありません。助けてください、ティラ様。トカゲを食べたお前が悪いんだ。まったく。待て、そういえば解毒剤があると聞いたことが。それは何ですか、ティラ様。俺様がそんなこと知るわけないだろう。もう死ぬんだ。おい、泣くのやめろ。俺はちょっと出かけてくるから、動かずに横になっていろ。わかったか、ロシー。はい。確か名前はホワイトアップルとかなんとかと聞いたが。ホワイトアップル。これじゃない、これも違う。うわ、変な匂いのする身しかないじゃないか。あ、この声はティラよ。みんな早く隠れて。ああ、まったく、なんで虹トカゲを食べようだなんて思ったんだ。あんなバカな奴が手下では苦労が絶えん。それよりホワイトアップルとやらはどこにあるんだ。ふぅ、ロッシがベニトカゲを食べちゃったみたい。ひひ、いい君だね。ミミ、ケラ、うちに帰ろう。こうしていたら、ティラに見つかるかも。うん。うわ。ん？誰だ？見つかったわ。早く逃げて。こら！どこへ逃げる気だ？あ、お前たちは。こんなところで会うとはな。ちょうどよかった。腹が減っていたからな。片っ端から食ってやる。ディオ、ミミ、どうしよう。ティラ、あっち行って。あっちへ行けだと？誰が？俺様が？ガー！捕まえて食ってやる。待って、ティラ、顔が変よ。顔がなんだと？毒に侵されたみたい。顔に赤い斑点があるわ。何？俺様がそんなことで騙されると思うか？俺は虹トカゲを食べていない。それを食べたのはロッシだ。そう、ロッシ。でも、ロッシの体に触れたんじゃないの？その毒に侵されると、他の恐竜にも移るそうよ。何？移るだと？そうなんだよ。早くホワイトアップルの実を食べなければ、毒が全身に広がるよ。
わかっていると思うけど、ホワイトアップルの実は手に入れるのがとっても大変よ。でも私たち、たまたまホワイトアップルの種を一つだけ持っているわ。何？なら、すぐにその種をよこせ。いいよ。僕たちを食べないって言うならね。ミミ。はい、これよ。実が必要なら種をちゃんと育てることね。ふぅ、助かった。早くロッシに知らせないと。ロッシ！ロッシ！ホワイトアップルの種を持ってきたぞ！ん？あいつ、どこに行った？もう死んだのか？それなら仕方ない。俺様だけでも助からないと。さっさと植えよう。それで、これからどうするんだ？ああ！種なんかどうやって育てるって言うんだ！あっち行け！一つしかない種だからな！なんだ？急に雨だと？待て、雨水で種が流されるといけない。やめ！やむんだ！畑がめちゃくちゃじゃない。誰がこんなことをしたの？ミミ、これを見て。ティラの足跡よ。ティラ、絶対許さない。ホワイトアップル。おお、とうとう芽が出たな。すぐに実もできるだろう。俺は助かった。ははは。ティラ、太陽の光がこんなに熱いのに芽が育つと思っているの？バナナの傘で太陽の光を遮らないとダメよ。そうしないと芽がすぐに枯れるわよ。え？は、そういえば元気がないようだ。いかんいかん。ふふふ、私の畑をめちゃくちゃにした罰よ。へへ、多分しばらくは持ったままだろうな。やれやれ、腕が痛い、足も痛い。いつまでこうしていなければならないんだ。今度は何だと言うんだ。おい、しっかりしろ。ダメだ、ダメだって。そこで何をしているんですか、ティラ様。うわぁ、ロッシー、お前と俺はもうダメだ。待て、ロッシー、お前は大丈夫なのか？はい、ティラ様がホワイトアップルの実を食べたらいいっておっしゃったので、見てください、斑点もすべてきれいに消えました。何？ホワイトアップルの種は一つしかないって、あいつらが。え？誰がですか？あそこの森に行けばたくさんありますよ。え？じゃあ、俺は？俺もその実を食べないと。どうしてティラ様が？毒が移ったんだ。俺の顔にも赤い斑点があるって。え？ないですよ。なんだと？うわぁ！あの草食恐竜の奴ら、俺を騙したのか！あいつら、すぐに！うん！ティラ様、大丈夫ですか？ロッシー、これも全部、お前のせいだ！くそー！ティラ様、腕がどうしました？痺れましたか？いてててて、さ、触るな。あいつら、見てろよ。